文化の妖精ポップカル11月8日から2016年1月10日は愛知県の企画により誕生したイメージキャラクター。2011年2月13日愛知ポップカルチャーフェスタインモリコロパークにてイベントのイメージキャラクターとして誕生した萌えキャラ。ポップカルのキャラクターデザインはイラストレーターキクスケ。愛知県を中心に中部県をポップカルチャーの聖地にする計画。 愛知ポップカル、聖地化計画を支援する象徴として掲げられている。名前は、イベントタイトルの愛知ポップカルジャーフェスタインモリコロパークにちなんで命名された。また、中日新聞運営の旅サイトブラッヒトでは、ポップカルが執筆しているとされるブログ、妖精と巡る文化の旅ポップカルが存在する。著作権は愛知ポップカル、制作委員会が保持しているが、 公女両族に反しないものに限り、非営利の二次創作を推奨している。愛知ポップカル、政治化計画は2016年1月10日に開催された2015年度のメインイベント、ポップカル後最後に活動は終了した。2016年末に愛知ポップカル、制作委員会も解散した。愛知県に関連した衣装やキャラクターが登場する。ポップカル、リニモタン。 エネミーの3キャラには公式コスプレイヤーがいる。グッズはイベント会場のみの限定販売。ありがとうございます。